今日から妻子がいなくてウキウキモードの藤丸です。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、ステラ、モナ、ネム、IOC のチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルで仮想通貨のチャート分析や、株の配信などを毎日やっておりますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、引き続きね、Twitter や Instagram の方でも投資の話やってますので、そちらの SNS もぜひフォローをしてみてください。動画の説明欄にリンク載せております。そして今日いよいよね、メンバー様向けの、ライブ配信が、夜の10時からありますので、それぜひね見てください。メンバーになってない方はね、この下のリンク、メンバーになるところからタップしてメンバーになっていただけたら、ライブ配信参加できますので、ぜひ参加をお願いします。はい、あとは、藤原大学の方ではですね、大企業がねどんどん副業を解禁していて、その話についてくれてます。副業解禁すると世の中こうなってくるとかね、おすすめの副業などについて、紹介してますので、投資をもっと頑張るために収入を上げたいという人はね、ぜひ藤原大学の方の副業の動画も見てください。はい、じゃあ今日は、仮想通貨ニュースをまた読み上げてからチャート分析いきたいと思います。で今日コインポストの記事ですね、私の大好きな、ね、ミュージシャンでもあるエイコンの独自仮想通貨が最先端医療技術都市で本格導入へということでした。ケニアの最先端医療技術都市ムワーレメディカル&テクノロジーシティで、本格的に導入することが分かりましたと。エイコンのコイン、エイコインという AKN ということです。この街では住民がステラのブロックチェーンを利用した仮想通貨 A コインで給与を受け取ったり、商品やサービスの決済に使うことが可能になるということでした。というわけでね、まあ、引き続きこの A コインによるね仮想通貨プロジェクト進んでおります。今回はケニアの街で使われる話でしたけども、最終的にはね、セネガルに A コンシティっていうね、仮想通貨を中心とした未来都市が作られるという話になっているそうです。はい、まあ、こういうね、まあ、大物アーティストとかね、有名人による仮想通貨プロジェクトが進んでいくと、まあ、仮想通貨に注目する人増えますので、仮想通貨の価格が上がる要因になってくると思います。なのでこの記事はプラスマラシューでプラス5ぐらいにしたいと思います。はい、じゃあ今日もねビットコインからチャート分析いきたいと思います。ビットコインが588万円を推移しております。こんな形で結構ぶち上げましたね。私もねこの三角、今日は書いてないんですけど、ウェッジを上抜けた段階でロングロングロングって言ってずっとロング取ってたんですけど、ロング取ってもうね3、4日ぐらい経ったんですかね。もうね60万円幅ぐらいのね爆撃を今取ってます。ただロングまだ決済してません。もうちょっと一段上に行けるかなというふうに思ってます。もうちょっと細かい足で見てみますかね。ただね、ちょっと今何とも言えない感じはしてるんですよね。一旦ね、最高値がね、600万近くまで、598万円までつけました。で、ちょっと調整入ってるんですけど、また陽線って感じですね。ちょっとでも何とも言えない。で、サポートラインないしね。ひとまずは、この間のウェッジのこの上の線がサポートにはなるでしょう。だから落ちてきても、550万と560万ぐらいサポートになると思いますが、その前に、上にねレジスタンスだったところ560万か、この辺か、この辺がねまたサポートになりそうな気がします。ただね、そこまで落ちきらずに上に行きそうな気もしてますね。今ね1時間足だと、MACD がちょっと下がり気味、あでも落ちるのかな。そしたら RSI が下がり気味ですね。まずね65なんですよね。で4時間足では、76、ちょっと変わりすぎかな。で日足では79ですね。もうちょっと上いけると思うんですよね。今この辺なんですけど、この辺ね80ぐらいになってきて落ちて調整不明ってのが多いですよね。この辺とかもね、80いくつまでやったら落ちるって、この辺もそうかな。じゃあなのでもうちょっと上がってくる、今76なの、79か、79なのもうちょっと上がってくるかなって感じするので、600万ぐらいは一旦超えるんじゃないかなっていう感じは見てます。あるいはね、6万ドルぐらい。6万ドルだと、今のドル円だと、635万とかなるんですかね。それぐらいまで上がる可能性はあるかなっていう感じしてます。ただもうちょっとね、ロング引っ張っていこうかなっていう感じですね。というわけで、FX も買い出し、現物ももう買っていくしかないかなと。
もうなかなか落ちないでしょう。この感じはね。はい、ビットコインは買いでいいと思います。じゃあ次、イーサリアムですね。イーサリアムが、21万2000円を推移しております。こんな感じですね。昨日の夜中にね、この上昇ベッジをやっぱり上抜けましたね。上抜けそうだったので、そこでロング取ってます。ただそこからはそんなにまだ勢いはないので、まぁ、ちょっとこのままね、ちょっとビットコインの遅れでガガガッとね、じわじわ上がってくるんじゃないかなと思って見てます。で、MACD はちょっとでも高いな。MACD 高めですね。で、RSI も71、ちょっと変わりすぎ。でももうちょっと上に行けるかな。RSI はね。もうちょっと行けるだろうと思う。ちょっと引いてみると、今ここなんですよね。71なんですよ。この辺もやっぱ、イーサーも、ね、80ぐらいはタッチするんで、もうちょっとぐわっと上がってくんじゃないかなと思うんですよね。日足では、RSI 74ですね。だからやっぱり、もうちょっと上げそう。この辺が80いくつまでつけてるんで、もうちょっと上げてくるかな。だから25万とか30、30万ってちょっと変わりすぎだけど、25万ぐらいまで上げてくるんじゃないかな。ちょっと別の手法でね、どれぐらい飛んでくるかちょっとね、見てみましょう。じゃあね、フィボナッチエクステンションまた使いましょうかね。フィボナッチエクステンションを使った、上昇トレンドで見てみると、でもそろそろなのか。1がね、21万5千でタッチしてるとこなので、ちょっと一旦短期的にはまあそろそろ一旦ね、調整なのかもしれないですね。ちょっと日足レベルで一回見てみると。なんとも言えないな。もうちょっと上げそうなんだけど、30万までぶち上げることはないって感じですね。だから、もう一段上がったところ、23万とか24万ぐらいで D 確定していってもいいんじゃないかな、という感じで思ってます。はい、イーサー以上です。じゃあ次がね、XRP ですね。XRP がね、59.8円、まあ、ほぼ60円ぐらいは推移しております。こんな感じですね。短期的にはなんかまあ上げてますが、ちょっとヒゲが長いのが若干気になるんですよね。だから、こういう、こう描いて落ちるみたいなのがあるかもしれないです。ただ、ここの、上昇トレンドラインは硬いので、結構この辺からね、もっと前か、もっと前か、ここから通じてる。ここは硬いので、落ちても、まあこの辺。58円とかではまあサポートされるでしょう。私はねロングしてます。ここの、下落トレンドを抜けたところからロングしてますので、まあ含み益が今1円幅ぐらいしかないんですけど、まあ落ちてきてもそのまま放置かな。で長期的にはちょっとこういう大きな三角持ちを描いてるので、ここねこのぶち上げたところ76円までぶち上げて32円だっけね。32円まで落ちたところからこの幅のね。三角持ちありますので、ここを抜けてからが強いと思います。なんで、63円ぐらいをなってきたら、そこから強い勢いで上がってくるんじゃないかなと思ってます。でそしたら、もういよいよね、79円から90円ぐらいだったかな。結構強い上昇になると思います。ちょっともう一回フィボナッチエクステンションを引いてみましょうね。ちなみにね、RSI はまだあまり高めじゃないので、やっぱりもうちょっと上げてきそうな気はしますね。フィボナッチエクステンションを、ここから引っ張ってこういう感じで三角形やると、1が82円で、1.618 が102円か、いよいよね。だから、まあ、75円ぐらいから102円ぐらいまでの間まで、この三角持ち合い上抜けたら、ぶち上げていく。こんな感じでね、ボンと。もう、リップルお得意の急上昇をしてくるんじゃないかなと思いますので、今ぐらいからロングしといて、もし102万ぐらいは取れるんだったら、2倍近いですよね。かなり爆焼きなんですよね。まあ、不安な人は三角持ち合いを上抜けた63円ぐらいを超えてきたところからロングしてもいいと思いますし、そこで現物買ってもいいと思います。まあ現物はもうぼちぼちも買っていっていいと思うんですけどね。まあ、心配な人は63円からロング。いいと思います。じゃあ次がね、ステラですね。ステラが 55.3 円ですね。順調ですね。まあこれ長期的に、まあ4時間足でのチャートですけども、こういう上昇トレンドでバチクソに効いていて、一旦こう三角持ちあったんですけど、上抜けて、まあじわじわ上がってくるって感じですね。まあ勢いがあるわけじゃないんだけど、この上昇トレンドかなり効いてますので、このままじわじわ上がってくるんじゃないかなと思います。で、この間の高値の64円ぐらいのところ、ここを上抜けてきたらそこから強い上昇してきて、ステラもいよいよね、80円台、90円台とか、それぐらいになってくる可能性も、十分あるかなと思います。引き続き、まあ、現物、価値法で、私は持っております。4時間足でね、RSI がまだ61なんで、ここからガガガガガッと上がってくると、70円くらいまで、ふっとね、行くんじゃないかなと、思ってます。
はい、じゃあ次ね、モナ行きましょう。モナが282円ですね。やっぱ下げませんでしたね。下げませんでしたので、まあ、買った方がいいと思います。といっても私結局買えてないんですけど、そろそろ買おうかなと思ってます。で、こういう上昇トレンド内、聞いてますので、ここにタッチしたところで買うっていうのがまあセオリーでしたね。だから、タッチした、この間のね、ダブルトップっぽいのを上げたんだけど、一回調節する。ここがまあ究極の買い場だったわけですよね。価格的には260万ぐらいのところ。で、こっから、そうだな、なんかちょっとこういうね、逆三層にも見えなくもないので、ここのね、最高値、300円ぐらいを超えてきたら、そっから強い上昇来るんじゃないかなと思ってます。久しぶりにね、週足見てみましょうかね。週足。300円硬そうですね。この間、ここね、2020年の1月だったかな。うん、それぐらいに一回つけたところも300円ぐらいだったんですよね。ここはかなり意識されるので、ここ抜けてきたら強い上昇来るかなと思いますね。その次に意識されるのはここが400円のところ。ここも結構意識されると思いますけど、さらに400円をぶち上げてくるんだったら、いよいよね、この大相場、迎える可能性がありますので、モナもね、出したら、天馬が狙えるかもしれないかなと思ってます。ただ、このモナコインね、ファンダがない、マイナーコインです。日本のね、超草コインですので、あんまり期待しないようにね、モナコインに全張りするとかは絶対やめた方がよくて、資金を少なめに、まあ、入れとくと、こういうのが10倍になる可能性あるんで、入れとくといいんじゃないかなと思います。はい、モナは以上です。次がね、ネムです。ネム上げましたね、かなり。ネムが最高値で、あら、ちょっと来ないな。来た。0.54 ドルなんで、56、7円まで上げたんですよ。だからずっと私が言ってたターゲットの57円まで上げましたって感じですね。で、こっから先はちょっとね、未知数なので、ちょっとね、月足で見てみましょうかね。月足で見てみたら、過去のね、レジスタンスラインが、まずここにあります。今ちょうどね、ここの、0.54 ドルのところにありまして、ここを抜けてきたら強い上昇になると思います。で、そしたら次は、この84円のところ。ここが、2018年の、バブル終わった後に一回ちょっとレジスタンスになったところなんですよね。だから57円を明確に超えてきたら、いよいよ次80円まで爆上げする可能性があるかなと思っています。で、ちなみに月足見てみたら、バブルの時もうちょっと RS 高いんですよね。 RSI が今ね80ぐらいなんですけど、バブルの時月足で100ぐらいまで行ってるので、マックスそれぐらいまで行く可能性あります。そしたらいよいよ本当に、ね、使用された金の220円ぐらいまで爆上げって可能性もあるので、もうとんでもないことになりますね。私ネム買った方がいいよって言った時ね、確かまだ6円だったんですよね。だから200円まで上げたら、何倍だ ?30倍、35倍とかそれぐらいになるわけですよね。すごいですね。100万円が3500万になるし、1000万としたら3億5000万になる。まあ、そんなコインでしょうね。まあ、結構期待できると思います。スナップショット前にこれだけ急上昇があったってことは、もうこれからスナップショットが日程決まりましたってなってからすごい上昇してくる可能性がありますね。本当に84円もあり得るし、220円という市場された金もあり得る感じになってきたかなと思います。私はね、平均ストック高が10円ですので、今もなんとね、5.5 倍なんですよね、僕もね。はい。まあ、もっと安く買えた人もたくさん、視聴者様にいらっしゃるのは分かっています。はい。じゃあ次、IOST 行きましょうね。IOST がね、あんまり値動きないですが、4.5 円ぐらいかな。ただ、一応高値更新してますね。こんな感じでね、ちょっと、ちっちゃいな、これ。高値更新してるので、このままじわじわ上げてくるんじゃないですかね。今、移動平均線に、ね、短期の移動平均線をタッチして、まあ、ちょっとまた上がってきそうな感じがします。こっちももうかなり上げてますので、月足とかで見てみましょうかね。月足で見たら次のレジスタンスラインがね、0.79 ドルなので、8545だから、8.4 円とか、それぐらいですね。だから、ここのね、レジスタンス、今ちょうどレジスタンスラインですね、ここのね、ちょっとここの、ちょっとわかんないですね、何が、ここね、2018年のこのレジスタンスだったところ、
あ、ここ、今ちょっと停電線ここにあるのが今かかんない場合なんですけど、ここで一回レジスターされたところが、0.49 ドルぐらいですよね。だから 5.2 円とかそれぐらいなんですけど、5.2 円ぐらいを抜けてきたら、ここ今ちょうどここにあります。ちょっと抜けそうなんです。抜けてきたら次は、8.2 円ぐらいまで爆上げする。そしてきたらもう使用されたからの14円まで、まあ見えてくるって感じですね。だからね、突き足で見たらこの大予選なんでね、2017年とかででかい感じなんですよね、この予選が。使用された高値超えてくるんじゃないかな、本当にね、14円超えてくる可能性があります。だから本当に IOSC で送り人ね、結構出る可能性あります。はい、というわけで今日もチャート分析してみました。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そしてね、今日、ライブ配信10時からやりますので、ね、メンバーにな、皆さんは、ぜひ遊びに来てください。そして動画説明欄に私がお勧めしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、コインチェックとビットバンクおすすめです。コインチェックは日本の取引所の中で最も取り扱いコインが多いというのと、ネムのシンボルトークンのオプトに対応しているのでおすすめです。そしてビットバンクは全てのコインで差し値取引ができるというのと、かなりね、コインの取り扱いコインも多くなってきたので、ビットバンクも必ず登録しておいた方がいいと思います。そして日本の取引所にはない、ポルカドット、カルダノエイダ、スシスワップ、ユニスワップ、パンケーキスワップ、バイナンスコイン、その辺の、ね、今年めちゃくちゃ上がってるコイン買いたい人はバイナンスがおすすめです。そして FX も挑戦してみたいという方はバイビットとオーバービットがおすすめなので、ぜひ登録をしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。フジマンでした。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そしてツイッターやインスタグラムについても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤真でした。